イレアナ・ロムニエは、オーストリア・トスカーナ対抗アントン・フォン、エスター・ライヒトスカーナの日、ルーマニア王・フェルディナンド1世とその日、マリアの参女として、ブカレストで誕生。母マリアは長らく父・フェルディナンドと不和であり、長兄・カロル2世と、長子・エリサベタの後に生まれた兄弟たちの父親は、マリアの愛人ではないかと疑問視されていた。しかし、 イレアナはその人柄を国民に広く愛されており、愛人に溺れ周分にまみれた長兄カロルよりも人気が高かった。そのため、カロルは妹を嫌い、彼女をルーマニア国外へと継がせることを画策した。1931年7月、イレアナはトスカーナ対抗家のコーシアントンと結婚。それを契機に、兄カロルは国民のハプスブルク家支配への憎悪を巧みに煽り、 イレアナとアントンのルーマニア国内居住を禁じた。二人はウィーン郊外のゾンネーブルク城に住み、六死が生まれた。第二次世界大戦中、夫アントンはドイツ空軍に所属し、イレアナは城をルーマニア小病兵の病院として使用した。1944年、イレアナは子供たちとルーマニアのブラン城へ移り住んだ。アントンもブラン城へ交流したが、一家は、 赤軍の監視下に置かれた。それでも、イレアナは、場外のブラン村で病院を建設し働いた。ルーマニア王政が崩壊し、共産主義国家が樹立されると、王家もイレアナ一家も国を追われた。イレアナらは、スイス、アルゼンチンへと移り住み、最終的には、アメリカマサチューセッツ州に今日構えた。彼女は、ルーマニア正教会で働きながら、 共産主義政権の不当性を訴え、2冊の本を執筆するなど活動した。この間の1954年、イレアナはアントンと離婚。亡命ルーマニア人のステファン・ニコラエイサレスクと再婚するが1965年に離婚し、イレアナはフランスでビュシーの生新女被護修道院に入った。修道所アレクサンドラとなったイレアナは、 ペンシルベニア州に修道院を建てるため再び渡米。1981年に引退するまで活動した。1990年にようやく娘に伴われて、ここクルーマニアを訪問した。ありがとうございます。